空のリデラは、神奈川県藤沢市久毛沼にある新州高田派の寺院。寺殿によれば、遠方5年に入滅した、僧侶を受けが、江戸初期に、解散、創建したと伝えられる寺院である。正式名は金堀山空城寺。本堂裏手墓地の大橋重政の墓は、藤沢市の史跡に指定されている。金堀山空城寺とこし、その創建については、 新編相模国風土ド機構によれば、永6年中、総領受け総検す。とあり、大橋式部卿を、劉慶の会期と伝えるが、大橋達慶はこの段階では、生まれていない。東山第二十四世喜び竜は、空乗り寺は、永6八年の創立にして、領受け奉仕の会期なりと記しているが、空乗り寺加古町によると、住職の入学は、遠方元年八月二十日。 釈勝る入法師、遠山和代遠方5年9月3日、釈両受け立志登山会期とあり、新編相模国風土気候や24世喜び流の記録と相違する。登山第25世大橋延命は、この時点はほぼ誤りないものであろう。と判断され、慶安2年8月2日8、自頭、大橋重政最地の内旧国余りを空乗り寺に寄進し、 将軍家光より御朱印を賜るの記録があり、さらに、明暦3年2月、西禅寺、江戸池に再祀空乗り寺に、寺地二丁七端四世十八方、異常と空乗り寺文書にあることから、それ以前から存在したと指摘する。なお、三号の、金堀山は、寺の北方に、金堀塚という小山があったことから来ている。明治初期、村人がこの塚を暴いたところ、 人骨が出土したので、これを年頃に供養し、1879年、首塚日を建てた。この石踏みは、表面が剥離して、永年販毒不能であったため、地元の石材店、林一郎により2011年3月に建て直された。空乗り寺の主因地は、久げぬ座石神にあった。このため、いわゆる石神は私の石神から片瀬村あざ大健太谷への、 船渡しは空乗り寺が支配した。安永4年7月、空乗り寺寺業内の都線上の県に月村内に、総論と藤沢市市に見える。久毛沼村の大橋や地行地が上置された後も、旧国の空乗り寺寺業は残り、明治元年8月、上置されるまで続いた。空乗り寺はこの主因地の他に、段落ちその他からの奉納、寄進などによる寺地を、自富自我や、 道やなぎはら、長久保やその他において、電波多山林など数町部を持っていた。しかし、若干寺勢が落ちた時代があったようで、共和元年までに空乗り寺再建という記録が残る。源氏元年あるいは、慶応2年、大暴風のため空乗り寺本堂が倒壊した。この時の再建の記録は見当たらないが、明治3年空上時、暴風のため再度倒壊した。 1907年に23世喜び心が厚木の中古本堂を譲り受けて建て替えた説もある。最近の空乗り寺,寺の動きとしては、空上次元住職26世、大橋信明氏は獣医師免許を持ち、隣接して大橋動物病院を開設している。また、境内の裏手にある自称堂に動物の遺骨を収めてある。なお、現住職の姓は大橋であるが、 江戸初期の旗本大橋家とは関係がない。本尊は阿弥陀如来立像で、来合物、造十59.9センチメートル、総高百118.5センチメートル、一木像、近代の作。後内仏本尊は江戸時代の作である。江戸初期、不正家と鵠沼村を二分して、地行地とした旗本大橋家は、幕府の幽筆を務め、書道、大橋流の子祖とされる。 大橋重康天正十年河内国式の軍、小室村出身の旗本。陽名は、勝千代。父の左兵重慶は、豊臣秀次に、勝千代は三歳でおばに引き取られ、幼くして、京都南禅寺に入り維新数殿に、前僧流の書の教えを受けた。元服後長左衛門の重宝を名乗り、片桐勝元に従った後、三十一歳の時、豊臣秀頼の優筆となった。 豊臣氏滅亡により浪人。江戸に出て、元奈三年、徳川秀忠に旗本に召し上げられ、その際、久下沼村、大場村を合わせて、最地五百国を賜る。久下沼村の村高が約六百国、後に最地を賜った、不正家が約三百国弱だから、大橋屋最地の久下沼村分は三百国強だったと考えられる。二大将軍秀忠、三大将軍、 家光の幽筆に任じられた。寛永四年、大橋帝金王来を表す。寛永十年、幽筆を辞し、定発して、流慶と合した。正法二年二月四日、江戸で入尺している。なお、新編相模国風土戸機構や、第二十四世喜び流は、永六年間に金堀山空乗り寺総研の際の会帰とされるが、永六は、茂康の誕生前である。 流刑が回帰というのが事実なら、空乗り寺の創建は、寛永10年以降、商法2年以前でなければならない。あるいは、空乗り寺としては後に、大橋朝市の内嗅国を事業として、寄進を受けた経緯から、出家した大橋達刑に敬意を表したのではないだろうか。藤沢市指定史跡、大橋重政母、大橋重政は、大橋重康の長男。 元和四年、江戸牛米、または、久家の間村で生まれた。幼名は小三郎。幼少時より、幽筆であった父の修康に書を学び、十歳の時、初めて将軍家光に、目見え、十四歳で早くも、家光の幽筆となった。歓迎十年、父の修康が病により、幽筆を辞したため、翌年に、大橋家の家督を継いだ。茂正の書については、 父の重ュも一目置いており、光松山法条寺の縁起二冠を戦した時も、書は重政に任せている。一方、重政も重ュを深く慕っていたようで、龍慶寿像制作を発願、彫刻を藤原新信に依頼し、自らは、千文をしたためて、京里の本田八万宮の大橋立慶堂に安置した。大橋家から松原市に寄贈され、現存する。 慶安二年、最地の内宮国余りを空乗り寺に寄進し、将軍家光より御朱印を賜り、後にその牢により、賞を受けている。漢文十二年、うるう六月開日、病により五十五歳で没し、流星陰伝道事故児として空乗り寺に葬られた。直後に、所領は、常知されて、幕僚となり、大橋家と下沼の縁は終わったが、 33回忌に、墓所は二人の息子によって整備され、これが1965年に、藤沢市の文化財として、史跡に指定された。今日まで続く書道の流派、大橋流の創始者として慕われ、空のリデラで営まれた、明治4年6月の大橋重正200回忌、1971年11月の大橋重正300回忌には、多くの門人が公家間に集まったという。 注釈出店、ありがとうございます。